はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹周りについてクランチとシットアップ、まあいわゆる腹筋って言われてるんですけども、実はクランチとシットアップ全く動きが違ってですね、ではお腹を引っ込めたい人何したらいいのって感じなんですけども、答えはシットアップです。腹直筋、外腹斜筋を使うクランチ、そしてシットアップっていうのは腹直筋、大腿四頭筋、大腿直筋、大腿筋膜直筋、あと外腹斜筋。シットアップでしたらお腹のこの辺をシットアップは使います。クランチというのはもうここだけを使います。お腹周りのエクササイズとして向いているのはシットアップです。なのでこの2つを今からやっていきましょう。はい、まずですね、腹筋といっても、まあ、クランチ、シットアップっていうのがあるっていうのを今お説明したんですけども、まず男性でお腹を割りたいっていうならクランチです。お腹を引っ込めたい、ウエスト周りを絞りたいとか引き締めたいっていうのはシットアップです。なのでお腹を引っ込めたい男性と女性はシットアップです。腹割りたいよ、腹筋大きくしたいよっていう方はクランチです。まずですね、クランチから行くんですけども、よく腹筋やりがちなのが手を頭の後ろで組んでしまう。これがね、あんまり良くないです。手を頭の後ろでこうやって組んじゃうと、自分で疲れてきた時に頭をこのように手でですね、首をこうグッと前に押してしまいがちになります。特に最近はスマホ首とかあって、首結構負担いってるんで、その負担いってる時に手を組んで頭をグッと起こしちゃうと首を痛める原因になっちゃいます。なので腹筋、まあ、クランチ、ヒットアップ、まあ、合わせて腹筋なんですけども、腹筋の時は手を組まないようにしてください。軽く頭に添えるだけです。こんな感じで添えるだけです。でこの頭に添えるんですけども、手が締まれば締まるほど楽です。慣れてくるにつれてしっかり脇を開いてください。その方が難しくなります。今日は斜めぐらいでいきます。まずクランチなんですけども、足を閉じて膝曲げて、まあ、大体90度です。これで腰から上、腰を支点に体を上から丸めます。グッグッ、息を吐きながら、こういう動き、これ以上起きたらダメです。起きるのはここまでです。スタートはここから、ゴールはここです、といった動きがクランチになります。なので腹筋、腹直筋に効かしたいよっていう人は今のクランチです。で今度はシットアップ、一般的にみんながやってるのはシットアップです。手は同じように組まないようにしてください。これで今度はクランチと違って視点がお尻です。こっからこういう動き、こういう動き、一般的に皆さんがやってる腹筋これだと思うんですけども、これは実は腹直筋にはあんまり効かないんですけども、大腿四頭筋とか大腿直筋とか、いわゆるお腹周り、おへそ周りの方の筋肉、太ももの筋肉も使うんですけども、太ももの筋肉も使うので少し足がね浮いちゃう人もいると思うんですよ。足にも力が入っちゃうんで。なのでエクササイズとしてやっていくんだったら、このシットアップの方がおすすめです。要は腹筋がつけばお腹が引っ込むと思ってる人多いんですけども、腹直筋にしっかりクランチみたいに効く分はお腹が出る可能性がありまして、このシットアップの方が腹直筋に負荷が軽いです。っていうのも使われる筋肉が多いからです。クランチみたいに腹直筋だけに負荷がいくんじゃなくって、シットアップは太ももとか股関節の方の筋肉、大腿直筋とかに力が逃げますんで、いわゆる腹筋というお腹周りのエクササイズとしてはこのシットアップの方がおすすめです。今からちょっとこれを10回いきます。息を吐きながら、OK です。はい、お疲れでした。今みたいにですね、お腹周りのエクササイズとしては2番目にやったシットアップ、これがおすすめです。まあ、腹筋じゃね、今みたいな分はちょっと腹筋っていうよりも腹直筋ではなく腸腰筋とか、あっちの方に効くね腹筋の種類なんですけども、このシットアップの方がエクササイズ的には OK です。ただ腹筋に効かしたいんだったら、今のシットアップは腹筋あんまり効かないんで、ただお腹に効いてんのって思っちゃうかもしれないんですけども、お腹に効いて腹筋が大きくなってもしょうがないんで、お腹に効かなくても正直いいです。今のシットアップという動きを、まあ、10回20回、まあ、30回でもいいです。足どっか引っ掛けて
太ももの前に聞いてもいいです。まあ、要は足をつま先引っ掛けるんで、例えばテーブルとかソファーとかに引っ掛けて、そこから起き上がると疲れてくる時に足にも力が入ってきます。もちろん足引っ掛けてますから足にも力が入ってくるんですけども、それでも OK です。なんでかって言ったらシットアップというエクササイズなんで、腹筋を効かすんじゃなくって、シットアップ、お腹周り、太ももとか、もう要は太もものエクササイズにしてもシットアップ OK なんで、なんでこういったねエクササイズとしてはシットアップです。腹筋を鍛えたい、腹筋を大きくしたい、溝深くしたい、割りたい、そういった人はシットアップじゃなくってお腹が疲れてくるクランチをやってください。これ結構皆さん間違いがちなんで、もしね間違えてたよって方はコメントください。でね、この勉強だったよって方はグッドボタンください。ということで、説明欄にもブログのリンク貼ってますんで、よかったらダイエット興味ある方はご覧ください。今日はシットアップとクランチの違いでした。お腹を引っ込めたい男性女性はシットアップです。腹筋割りたいよって人はクランチ。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.